小沼拓美君はい立憲民主党の小沼拓美です六百秒しかありませんので総理いきなりで物質系なのではございますが経済安全保障における安全保障政策という観点から聞いてみたいと思います先日の経産委員会内閣議員会の合同審査会におきまして外ため法規技術管理についての問題点を取り上げさせていただきました噴霧乾燥機にかかるものでございます国際約束に基づいて技術的客観的に一義的に決まるはずのリス足規制か否かの解釈が 残念ながらいわゆる通達行政にことによって、曖昧になってしまっていた、この点の問題点を指摘させていただいたところでございます。経産大臣からも、実際にトラブルが起こるのだとすれば、できるだけないように方向を変えていくのは必要なことだと思いますので、普段の検討、見直しをしてまいりたいという答弁があったところでございます。総理、この点を踏まえてです、ね、今回の安全保障防疫管理の実効性を確実に担保していく、そのために外為法に行われている現状の通達行政、これを改める。 ことによって、政府と民間企業等との認識のギャップ、これを埋めていくことが必要なのではないか、その方向で見直しすべきだと考えますが、これについてのご見解をお願いいたします岸田内閣総理大臣。えー、外為法によるこの安全、えー、保障・貿易管理は、その目的である国際、えー、的な平和および安全の維持を確保するためにも、 輸出者にとって明確な制度であること、まあ、これは重要であると認識をいたします。まあ、その上でえー、ご議論いただいておる。あ、そのね。まあ、この安全保障貿易管理のこの制度、この本制度においてはまあ、規制対象の品目や詳細なあ。使用はま既、あ、に。 政省令で具体的かつ明確に規定されているものとま承知をしていますまそもそもこのご指摘の審査基準等のま通達ですが通達というもの自体が一時的には法令解釈の統一を図り安定したま制度執行を行うため 輸出管理の関係行政機関に向けられたものでありますが、輸出者において解釈に紛れが生じないようにするものとして活用されている、こういった側面もあるということは、まあ、しっかりあのご説明していかなければならないと思います。しかしかながらあの引き続き続 輸出者にとって明確な制度となるよう、制度を所管する、まあ、経済産業省において、えー、法令の規定ぶりを含めて、えー、これ、制度を不断に見直し、えー、そして明確な制度であるという,う,う、この実態を維持していく、こうした不断の検証、努力を続けていく、こうした姿勢は大事であると認識をいたします。小沼匠美君のの中ででびいいいううきなりりまたたはっていうのに変えたりですね 何々を含むっていうようよよに変えてるわけですよ通達というのは法令ではありませんから、本来法的拘束がないはずなのであります。ということを踏まえれば、それこそ法治国家ということの前提を貫徹するために、今の通達行政の在り方自体を今後見直していくということは、引き続きご提言申し上げたいと思います。その上で 経済政策、産業政策としての観点も、これについて伺ってまいりたいと思います。総理は経済安全保障を成長産業の一分野であると、成長戦略の一要素であるというように位置づけておられます。私自身もさまざま成長戦略を振り返っておりますと、経済安全保障は何なのかという、要すれば社会のさまざまな課題を解決することによって、成長に結びつけていくんだの一要素であると思います。しかしか 1。2年前民主党政権っていうのがありました。けれども、あの時に成長戦略で何を歌っていたのか、課題解決による成長戦略っていうのを歌っていたんです。12年経った2022年この政党においても、課題解決による経済成長ということの内容は変わっていないのではないか。そういう意味で、この国の我が国の経済成長を実現する手立てになるのか、どうにもこうにも私確信が持てないのであります。 予算委員会で小林大臣とも議論したところ、経済安全保障という文脈で成功した成長戦略があったのか、要はないということでありました。潜在成長率はゼロに下がった、実質賃金などなどについても、韓国に追い抜かれてしまっている、こういう現状に対して、抜本的に反転攻勢をかけるような産業戦略、成長戦略になっているかというと、どうにも確信が持てない、そこについて総理大臣からのそうじゃないのだということなのであれば、そのお考えをお聞かせいただきたいと思います岸田内閣総理大臣。 あの今、まあ、新しい経済モデルとして、えー、説明をさせていただいております、まあ、新しい、まあ、資本主義という考え方ですが、えー、これはあの市場や競争にすべてを任せるのではなく、えー、官と民が共同して市場の失敗、あるいは外部不経済を是正する観点から、まあ、デジタルや気候変動等の社会課題を解決することを、まあ、成長のエンジンとすることで、 まあ、成長を実現するとともに、まあ、持続可能な経済社会を目指すものであります。まあ、委員の方から、こうした考え方、あの、勝手もあったではないか。 ということでありますが、あのこうした考え方は重要であると思いますし、何よりもこれをどう実行するか、結果を出せるかどうか、まあ、これが重要であり、まあ、今まさにそれをご指摘になられたんだと思います。まあ、そうしたことから、今言った考え方に基づいて、こ,のこうした新しいこの経済モデル実現に向けて、 呼び水となる予算、あるいは規制改革、新たなルール整備、こうしたことによって、このマーケットを作り、さらにはこれらの分野における将来の市場規模を示す、まあ、国がこういった呼び水をまずしっかりと用意をした上で、何よりもその課題となる分野に、民間の投資をどれだけ集められるか、まあ、これが大きなポイントになっています。 今申し上げた予備水に基づいて民間の投資を促すインセンティブが与えられるように工夫をしていく関東民が共同して成長を実現していくこうしたまことをやっていきたいと思っていますそして具体的な社会課題に対しては例えばこの価値創造の源泉である人への投資の抜本強化に向けた3年間で4000億円の,この施設パッキ 試策パッケージの創設ですとか、賃上げ加速については、賃上げ税制の拡充などの環境整備、デジタル化の推進については、5G や光ファイバーといったデジタルインフラの整備計画の策定、気候変動に対してはクリーンエネルギー戦略、こうした政策を用意して、それぞれ具体的に物事を動かしていく、それによって経済成長、 をま実現していきたいと考えております。小沼巧君、失礼を承知で申し上げますが、総理の12年前と言っていること。 全く同じなのでありまして、本当に意味,なの意味があるのか、違いが分からないのかっていうと、違いは私は全く分かりませんでした。実際にそういったところもありますので、そういう意味で変えていくしかないのではないかなと思っておりますが、最後も時間もありませんので、主張に行く前に一つ聞いてみいたいと思います。まさにこのコロナ禍や物価高、円安の状況というもの、を相当国民生活に打撃を与えておるところであります。生活安全保障という観点からは、しっかりと予算措置をしていかなければならないと考えておりますが、 今回、何をやったかというと、国会開会中に自ら予備費を使ってで、補正予算などで予備費を積みますということの決定を先日でありましたか、関係閣僚会議でやったというところであります。予備費をなぜに積みますのか、具体的な措置に伴って予算のひもこをつける、このことがまさに国民生活を守っていく上で必要な施策だと思いますが、それがわからないから予備費を積みますということ自体。 失礼を承知で申し上げますが、政府にこのコロナ禍、物価高に対して、どのように予見して対処せだてを打っていくのか、予見する能力がないということになってしまうのではないかと、私自身は考えます。政府の独断選考に決したいからしてですよ、白紙委任状を国会に突きつけて、ろくに確かめさせもせず、いい加減な決裁委員をもしてもらいたい。 国会における開会中の予備費し使用ということについては、これよりほかに形用することはないものではないかと、私自身、強く思います。改めて補正予算の中で、具体的なひ目付けを行う、事業付けを行う、このような編成をするということを、ぜひとも徹底して、ご判断をお願いしたいと思いますが、総理大臣のご見解、ご意見をお伺いします岸田内閣総理大臣。あのおっしゃるように、基本的には、この政府として、 国会にしっかりとした説明を果たす上からも、補正予算において、さまざまなこのひ目等を明らかにして、ご審議をお願いする、これが基本であると考えます。しかしながら、今、私たちの置かれているこの状況、を考えますときに、新型コロナ、自然との戦いの中で、今後、 この感染の状況について、えー、これは最,最大の,この警戒を続けて、えー、対応していきたいとは思いますが、これはこのどういった状況になるか、これは専門家であっても、えー、十分把握することはできない、また、ロシアによるウクライナ侵略の状況が、まあ、今後どういったこの道筋をたどるのか、そしてその影響が、 国際市場にどんな影響を与えていくのか、これは十分にこの把握することはできない、これが現実ではないかと思います。ですから、今回の補正予算においては、あの燃油価格の,この激変緩和措置、6月から9月分については、このしっかりと項目を立てて計上するということにいたしましたが、それ以外の部分、今申し上げたような部分については、 いかなる状況が生じたとしても、迅速に対応していかなければいけないということで、予備費について、まずはこの総合緊急対策を用意して、 予備費のこの使用を今日の朝の閣議で決定したわけですが、その使用した部分について、補充する形で予備費を一応用意し、不足の事態に備えておく、こうした備えも、現下の状況ですとか、予備費のこの意味ということを考えた場合に、政府として国民の安心・安全のために取るべき方策ではないか、こんなことを考え、 補正予算について、えー、国会にお願いしようということを決断した次第であります小君今のご発言は、国会なり政党をあまりにもバカにした発言である、暴挙であるということはです、ね、厳しく追及しなければいけない、しかし時間が参りました、今までの厳しい発言は、在野精神の発露ということで、ご容赦いただきまして、質問を終わりたいと思います。 浜田正義君。